皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回は驚き、3両編成の E233 系が誕生する見込みについて紹介しましょう。当チャンネルを含めて E233 系については結構議論が行われてますよね。当チャンネルもいっぱいやってますが、なんと今回新しい情報をゲットしたんで皆さんに紹介をしていきましょう。当チャンネルでも何回もこのことについては紹介してますが、やっぱり分かんない人もいるかもしれないんで軽くですが、そもそもなんで E233 系が3両編成になるきっかけが生まれたのか、このことについて紹介しましょう。実を言うと E233 系1000番台と6000番台、京浜東北線と横浜線仕様の電車は E235 系に交換されることが決定しています。時期については2024年度以降から始まっていくつもりですが、結果的には E233 系が横浜線、京浜東北線合計すると1000両以上が余って地方に転属します。もちろん E233 系は219系とは違ってある程度は使い込めるため、当然ですが全部丸ごと廃車っていうのはもったいないですし、ありえません。もちろんちょっと余剰廃車とかで数編成ちょっと余るとかそういうことはあるでしょうが、だとしても全部消えるっていうのはさすがにないですね。 E233 系自体更新を2回して廃車にすることを想定しているそうで、当然ですが結構 JR 車の中でも長持ちしますよ。そんな E233 系ですが、あくまで検討段階の話にはなりますが、房総半島や長尾地区、松本地区、あとは成績線とかそこら辺に導入するそうです。あとは高崎地区ですね。両毛線、上越線、信越本線の横川方面でしょうか。ここら辺にも入るそうです。一応今後どういう風にしていくのか、まだ確定してませんし、今後修正が入るかもしれませんが、今現在はとりあえず、これらの地区を中心に優先的に交換していくことを想定しているそうです。E233 系自体っていうのは、最短4両編成が原則となります。E233 系は MM ダッシュユニットで、先頭車は全部 T 車であるから、結果的には先頭車としての T 車利用と、あとは中間車としての模波車ですね。最低でも模波車は2両単位で組むんで、最低でも2+2の4両編成っていう感じになります。もちろん後に雲波に改造するとかそういうことがあったら話は違いますが、一応今現在走っている京浜東北線の E233 系は雲波がなかったりするんで、もちろん横浜線の方も同一です。どちらとも雲波がなかったりするんで、4両編成より短い編成、例えば3両、2両、1両っていうのは特殊な改造しなかったら原則としては組めません。そういうことから基本的には4両編成以上で転属するって思われてました。ですが今回のトピックは3両編成です。一見するとこれは無理じゃないかと思うかもしれませんが、なんとびっくりすることに報道で転属する際の両数を3両編成からという感じにしていました。ちょっとここ不思議ですよね。次はこのことについてお話ししていきましょう。鉄道プレスネットっていう鉄道のことを報道するウェブサイトがあるんですが、なんとこのウェブサイトによると、今回の話に該当する本文を聞いてきましたが、文章をそのまま読むと、関係者によれば余剰になる E233 系の一部は1編成の車両数を3両から6両程度に組み直して単編成化し、ワンマン運転機能を追加する改造を実施ということが書いていました。なんとこれ3両から6両に組み直して単編成化するってことを、なんと関係者が言ってました。よくわからない第三者の私が適当に言ってるわけではなく、ちゃんと関係者が言ってました。つい先ほど紹介しましたが、 E233 系っていうのは先頭車の T 車と中間車の MM ダッシュユニットで最低4両編成は組まないと今のところは走りません。ではどうやったら3両編成という構造にできるでしょうか。今現在は4両編成がマックスでこの構造を壊しちゃいますよね。どういう風にしてこの問題を解消していったのか、あくまで推測になりますが、対処法についてもお話します。一つ目の対処方法は E233 系の先頭車改造です。 E233 系自体転属するって言われても、実を言うと顔が足りません。 E233 系の先頭車って転属をする際に単編成化しますが、その一方で結構数は必要です。そうなってくると先頭車の数が足りなくて、 JR 側も結構苦労します。もちろん新しく先頭車を作るのもありですが、その一方で E233 系の中間車を先頭車に改造することにより3両編成も実現できます。方法としては先頭車の顔1個と、あとは中間車の MM ダッシュユニット1個で OK です。1号車を普通の先頭車を顔、2号車3号車で3号車が端っこになりますが、その際3号車を新しく先頭車化改造して雲波にすることにより一応3両編成で起こりきます。労働資料とか他のニュースサイト等で報じられている転属予定路線の中でも、中央本線っていうのが3両編成を基本として6両編成で運行するとかそういう運用あります。だからこそ3両編成単位で運行できるように改造するっていうのは意味があります。特に今現在走っている211系も
サンリオ編成単位で運行しますからね。ダイヤを大きく覆さなくても運行しやすいという点はメリットでしょう。先ほど紹介した先頭車の不足以外にも、中央本線で3両編成単位で運行したいため、ちょうど E233 系自体も、普通は4両以上じゃないとちょっと厳しいけれど、先頭車化改造することによって、3両編成の運行にも対応できますからね。だからこそ、一応こういう方法はあり得ると思います。ただその一方で実を言うと、先頭車の顔を作るのが大変だったりします。E233 系っていうのは従来は、運転手さんの安全を確保するために、クラッシャブルゾーンとかをつけます。クラッシャブルゾーンっていうのは、先頭車の乗務員室を広く作る構造です。従来の乗務員室より広くなるため、先頭車付近のドアの位置が若干特殊なんですよね。特に E235 系0番台の10号車が分かりやすい例ですね。従来の E235 系の中間車は、ドアが規則的な配列をしてますが、10号車だけちょっと不規則ですね。実際に10号車だけ若干、11号車の10号車のドアっていうのが、ちょびっとなんかずれてるんですよね。このズレっていうのが運転台のスペースを確保した分客室が狭くなったことによる原因と言ってもいいでしょう。一部からこれでなんか定員数が下がって良くないんじゃないかとかそういう不安もありますが、 JR 東日本的には結構痛ましい成田線とかの事故もあったりしたんで、こういう教訓が生かされています。特に最近は常磐線で深夜の時間帯に乗用車と E531 系がぶつかってしまうっていう事故が起きました。ある意味当然かもしれませんが、これによって E531 系の前面は結構壊れました。もちろん火災とかの原因もあるんですけれどもね、深夜の時間帯かつ常磐線も結構速く走るんで、もしかしたら衝撃も結構強かったかもしれませんね。実際車にぶつかってかつ車から火が出るってなかなか結構すごい衝撃だと思いますよ。ただそれでも運転台とかを見ると案外と壊れておらず、一応残念ながら該当車両については火災によって先頭車はちょっと燃えちゃったんで、台車は仮台車に交換されてましたが、一応仮台車に交換したら低速で自走できるっていう感じで、衝突をしても先頭車が吸収してくれて中間車等にはあまり大きなダメージを与えなかったということが一応なんだかんだ言って証明と言えるのかは知りませんが、なんか分かっちゃいましたね。ちょっと話が長かったですが、要するに先頭車っていうのは E233 系の場合結構スペースに余裕を持って作ります。そのために20メートル車体に収めようと思ったら先頭車と中間車の位置っていうのが若干変わっちゃいます。ですが今回もしも先頭車化改造しようと思ったら、すでに落成された E233 系のドアの位置っていうのは、もしも中間車を先頭車に改造しようと思ったら従来の先頭車と同じような感じにしようと思った場合、ドアの価格の都合上新しくクラッシャブルゾーンとかは付き合いません。こうなってくると東急とかで採用されている前面を強化する構造とか、他にはまた別の特殊な構造を付けるとかそういう感じになりそうですが、どちらにしろ新しく中間車を先頭車に改造しようと思った場合、改造ハードルっていうのが E233 系っていう風に考えると簡単にはいかないかもしれませんね。ここが実を言うと問題点いたします。そしてもう一個の案としては、新しくクモ波を作るとかそんな感じのことかもしれません。新しく一両クモ波を作って MM ダッシュユニットのクモ波付きにするっていう感じでしょうか。一応この方法だったらさっき紹介したようなクラッシャブルゾーンとかの問題解消できます。特に今回は地方の転属も多く、その中でも踏切もそこそこあります。そのことを踏まえたらやっぱり E233 系はちゃんとしっかりとクラッシャブルゾーンをつけて運行した方がいいかもしれませんよね。確かにある種一番いい方法かもしれませんが、でもその一方で費用が半端ないです。やっぱり新しく先頭車を作る上に模波車ですからね、クモ波ですから結構費用が高いです。一応多分もし作るとしたら一部の中間車を解体してそこから部品とかを取って作ると思いますが、だとしてもやっぱり結構費用は高いですよね。また製造してから13年ちょっとで車体を新しく作り直すとかそういう手間や無駄もあったりするんで、ちょっとこれは厳しいかもしれません、費用面では。ただし安全性とかを追求したり編成日とかを考えるとこういう方法もありですね。ちなみに個人的にはどちらの可能性もあり得ると思ってます。ちなみに皆さんはどっちの方法があり得ると思いますか？もしよかったらコメントで教えてくれると嬉しいです。実は鶴見線3両編成で205系が活躍しています。どうやら今現在は鉄道界隈では E171 系が新しく作られるとかそういう噂がありますが、その一方でやっぱり3両編成から作る可能性があるってことを考えると、この3両編成を鶴見線とかに持ってくる可能性っていうのがあります。実を言うと今現在分かっている労働資料等の転属先等を考えても、実は E233 系ってまだまだ余るんですよ。それが中間車をさ8両とか4両とかではなく結構まとまった数のモハ含めて余りますからね。鶴見線の導入っていうのは実はあり得ます。実を言うとさっき紹介した3両編成っていうのは保安装置さえ許せば鶴見線でも運行可能ですからね。
だから通見線に3両編成に改造した E233系が来るっていうのはありえます。実際 E233系導入による今回の代替対象っていうのは205系、211系とかが中心ですからね。要するに今回通見線を走っている205系の改造車っていうのも対象になることはありえます。だからこそ鶴見線に E233系を導入するっていうのはあり得るですね。もちろんこのことについては労働資料にはっきりとは書いてませんが、もしかしたらそうなるんじゃないかっていうことも思ったんで皆さんに紹介しました。というわけで今回のまとめといきましょう。今回は3両編成なのかもしれない E233系について紹介しました。 E233系自体は一応公式からも中央本線等への転属が検討されていることから3両編成になる見込みはあります。ですが3両編成しようと思った場合、従来の E233系の構造では厳しいですね。その際に新しく先頭車を作るか先頭車化改造するか、どちらかの案がありますが、先頭車化改造するとクラッシャブルゾーンがつけにくいこと、その一方で新しく先頭車を作るとモハイニットの片側が結構もったいないとか、そういう感じの話になります。どちらの方法をとっても結構苦しそうですが、いずれにせよ鶴見線もそろそろ E233系の時代っていうのがやってくるのかもしれませんね。というわけで皆さん、今回は話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際ぜひクレミーってタグを書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。このような形で鉄道に関する新しい情報や未来の情報についても発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけのコーナーも忘れずに見てくださいね。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。おまけとして登録者数の割について話していこうと思います。実を言うと私らのクレミーは今現在のチャンネル登録者数は3090人と私のチャンネルより実は多いですよね。ですが再生数を見るとなんと驚くべきことに、全く同じ E231系のスカチョクの話をしても再生数が桁違いに少ないですよね。なぜ姉妹で同じような動画を投稿して再生数にばらつきがあるのでしょうか。やっぱり普通に考えたら登録者数が多いクレミーの方が再生数が多いっていう風に思いますが、むしろ真逆で、むしろ私の方が5倍10倍再生されてます。世の中的には登録者数が多ければ再生数が勝手に多くなるんじゃないかっていう風に思われますが、実は YouTube って結構複雑でそんな単純な法則はありません。結構未だにそういう噂が流れてますが、最近私も気づいたんで皆さんに紹介しようと思ってこのお化けを話しました。というわけで今回のくだらないお化けについてはおしまいです。